日本神奈川県横浜市港北区、大倉山大倉山は、神奈川県横浜市港北区の町名。現行行政地名は、大倉山1丁目から、大倉山7丁目。郵便番号は222-0037。2007年から2009年にわたる住居表示の実施により、それまでの不当庁から、大倉山に町名変更された。一丁目には、 東急東横仙台、倉山駅が所在する。駅から北西側に上る大倉山公園には、プレヘレニック様式として設計された大倉山記念館が立ち、この地域のシンボルとなっている。2007年11月まで、東急東横仙台、倉山駅の所在地であった不登町が、同月19日の住居表示実施により、大倉山一丁目に変更され、 以後2009年10月実施の6丁目、7丁目を持ってすべて大倉山に変更された。それ以前も大倉山駅を中心とする地域では大倉山が通称となっており、主として駅北側と東側にあたる旧不登町以外の地域、大曽根、大曽根台、諸岡町、豆戸町等においても、施設名やマンション名の多くには大倉山が関されている。 また、江北区役所は、大倉山駅東側の津波街道に面しており、同駅を最寄りとするが、住所は豆戸町である。一丁目は、駅から東に向け、津波街道をまたぐ。二丁目から七丁目は、大倉山駅西側に広がり、六丁目、七丁目は、約二キロメートルにわたって鶴見川の東岸に面している。大倉山公園から、 ふと原市らしの丘公園に至る丘陵の稜線は2丁目、6丁目と、大村根台の境となる。2丁目の大倉山公園は、梅の名所として知られ、梅林には、約30種に100本が植樹されている。開花期には、完売会が催され、多くの花見客が訪れる。1丁目の大倉山駅は、大倉山の中でも東寄りに位置しており、6丁目、7丁目の一部は、 横浜市営地下鉄新和駅に6丁目の一部は東横線、津波島駅にむしろ近くなっている。地勢は大倉山駅前の商店街通りの北東側が上記台、倉山公園から連なる丘陵となっており、通りの南西側には平坦な区域が広がっている。かつてこの区域では鶴見川がしばしば氾濫を起こし、東横線を止めることもあったが、 1981年の鶴見川流域整備計画策定に始まる総合治水対策により完水することはなくなっている。田園の広がる場所だったこともあり、その後の宅地開発では比較的余裕を持って区画されている。駅からやや離れた場所の多くでは、戦後から高度成長期にかけ、まず工場や倉庫に変わり、現在それらの跡地には、 比較的規模の大きなマンションが建設されている。大倉山では駅に近い低層の住宅街とやや離れた高層マンション群という住区の構成が見られる。面積は以下の通りである。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば大倉山7から4から14の地点で24万1円平方メートルとなっている。地名は実業家であり、 東洋大学学長も務めた大倉国彦が1932年、現在の大倉山公園に創設した大倉精神文化研究所に由来する。研究所創設以前、この地の丘は観音山と呼ばれていたが、研究所創設に伴って通称大倉山と呼ばれるようになった。1926年2月に東京横浜電鉄の神奈川線が開通。 開業当初の駅名は不当となったが、1932年3月の渋谷桜木長官の東横線全線開通時には、研究所創設、梅園の観光開発に合わせ、大倉山へと解消された。国彦自身は佐賀県の士族、江原家の出身であり、東京日本橋の神問屋であった大倉洋子店に入社後、創業家に向こう入りした人物である。 いわば昭和に入ってから東京に本橋を発した氏名が由来となった町名であり、14世紀の記録にも残る不当の名が名実ともに消滅する町名変更には賛否両論が交わされた。横浜市は住民参加による異例の公聴会を開き、市議会はその意見を集約、審議を経た後、町名変更を可決した。 校長会以前に行われた住民アンケートの結果、約65%が賛成であったが、反対も30%を超えていた。縄文時代には海岸線がこの辺りまで来ており、大倉山が岬のように海へ突き出していた。その形が動物の太尾のように見えたことから不当と名付けられたと言われている。不当の地名は1352年の 鶴岡脇道具総次第に見ることができる。その後、羊住群不当村となり、村内を3分して東から上不登、を中部島、下部登と呼ばれた。1889年の市政、町村政志向により、大港村不登、1927年には横浜市に編入されて、神奈川区不登町となり、1939年に港北区不登町となった。 大倉山への町名変更の後も、不当小学校、田尾包み緑道、横浜不当郵便局他にその名を残している。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。大倉山駅前の商店街通りは、東の津島街道に向けて、レモンロード。 西の神は方面に向け、エルムツー、オリーブツー、包みツーと続く。エルムツーは1988年の広報区区役所移転を機に整備され、大倉山記念館の前、ギリシャ様式のイメージをコンセプトに、白い壁と装飾柱のデザインで商店の建物が統一されている。電柱、電線が地中化された歩道には、花のプランターが置かれ、白い外壁に、 街路樹の緑が映える、明るい街並みを見せている。美容室が多いことでも知られており、駅と保険に20軒以上が店を構えている。大倉山街に立地する施設にも、大倉山の名がつくものが多い。大倉山駅より、徒歩6分の、大倉山保育園の住所は、広北区、大曽根、徒歩8分の、大倉山記念病院の住所は、広北区村長1丁目である。また、 徒歩6分の、港北区役所はマンション、東急ドエルアヌス大、倉山あずまに隣接し、環状二号線を挟んだマンション群の多くに、大倉さんの名がつくが、住所は、港北区豆戸町である。ありがとうございます。